ヒグラシは、カメムシ目セミ科に属するセミの一種。日本を含む東アジアに分布する中型のセミで、朝夕にかんだかい声で鳴く。日本ではその鳴き声からカナカナ、カナカナゼミなどとも呼ばれる。漢字表記はカナカナ、ヒグラシ、秋カナカナ、ヒグレ、バンセミなどがあり、秋の季語にもなっている。ヒグラシ成虫の体長はオス28から38ミリメートル。 メス21から2 5トルほど。オスの腹部はメスよりも明らかに太くて長く、オスメスの区別がつけやすい。また、オスの腹空内は大きな共鳴質が発達しているためほとんど空洞で、光が透けるほどである。体色はほとんど赤褐色だが、頭部の腹眼付近、全胸の円と背面中央は緑色をしている。ただし体色は個体群によって変異することがあり。 産地のものはより黒っぽくなる傾向がある。なお、主に日暮らしの成虫の寄生虫として、セミヤドリガというガの一種が知られ、成虫の腹部に一匹、数匹のウジ虫型のセミヤドリガの幼虫が外部寄生していることがある。また肉ばえかの一種、日暮らしや地肉ばえも稀に日暮らしに寄生するとされる。日本では、北海道南部から奄美大島と、ほぼ全国の範囲に生息する。 日本以外では中国大陸に分布。紅葉樹林や杉やヒノキの林に生息し、北海道から九州北部では平地から山地まで見られるが、九州南部以南ではやや標高の高い山地に生息する。俳句では秋の季語とされ、万華に鳴くセミのイメージがあるが、実際には、成虫は梅雨の最中の6月下旬頃から7月にかけて発生し、 ニーニーゼミと同じく、他のセミより早く鳴き始める。以後は9月中旬頃までほぼ連日鳴き声を聞くことができる。オスの鳴き声は噛んだかく、キキキキキ、ケケケケケ、カナカナカナ、などと聞こえる。標準的な聞きなしとしては、カナカナが使われる。日の出前、日の入り後の白明時によく鳴くが、曇って薄暗くなった時、気温が下がった時、または、 林内の暗い区域などでは、日中でもなく。夕方の日暮れ時に泣くことから、日を暮れさせるものとして、日暮らしの和名がついた。また天見大島さんは、泣き声が本土さんと多少異なるが、後日の石垣日暮らしほどではない。朝夕に響く声は、良感や物悲しさを感じさせ、日本では古来より美しい声でなく蝉として、文学などの題材にも使われてきた。 テレビ番組などでも夏の夕暮れを表す効果音としてこの鳴き声がよく用いられる。しかし間近で聞く声はかなり大きく、遠くで聞く、物悲しい印象とは異なるとも言う。石垣日暮らし単なヤポネンシス石垣穴石垣島と西表島に分布する日暮らしの亜種。分布が局所的で環境省レッドリストで純絶滅危惧。さらに石垣島の個体群は、 沖縄県レッドデータブックで絶滅の恐れのある地域個体群に指定されている。オスの鳴き声はキン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 キキキ,キ,キと聞こえる。元足日暮らしよりも鳴き声が金属音的で仕上がりにテンポが速くなる。ありがとうございます。